左から馬、狼、人の足。人における各部の名称は、足は動物の体を支える付属詞である。足という言葉は言語用途によって意味が異なり、一般に生物学に限らず、体部界に付属し、支えるものを指して、足と呼び、それを基軸として、慣用句として様々な意味合いを持つ言葉に発展してきた。足はそれを所有する生物によって、 構成要素や構造が様々であり、彼らはその機能に見合った生活をしている。また、足そのものにも様々な適応的な形態が見て取れる。人という地上に生息する、脊椎動物に限らず、それ以外の足を持つ動物も含めて、足は往々にして、体で備わっているが、そうでない場合もある。形態学的に足は体部に付属し、移動に再始使われる。 股関節あたりから末小端接地部までの自然体を指して呼んでおり、足と指すときは足を含めた意味であることが一般的になっている。脊椎動物の足には指に相当するものが末端部に付属しており、体を支えるという機能以外に様々な行動を補助するものとなっている。玉ひずめ目や木ひずめ目などの陸上動物の足は歩行に特化しており、 付属器官である指と爪がひずめ等になっており、その形は人のそれとは大きく異なっている。一般的な生物の足には様々な付属器官がある。指や爪、あるいは様々な毛の束があり、それなりの機能を果たしている。中には生殖器、外分泌器等を備えるものもあり、外的に対抗趣味を守る手段としても足を利用している動物が多い。その一方、 蛇のように足を痕跡程度にまで退化させた動物群や完全に足を失い新たに吸盤を形成したヒル類のような動物群もある。足の各部員の名称としては足末梢端には足が付属し設置部測定から上に向かい足、足首、すね、膝、ももまでを含み足と呼んでいる。便宜上、日本語で同じ音を持つ足という漢字を当て、 くるぶしいかせっち部を指して、区別のために使い分けて呼ぶ。足と同じ部位を指して、ももという表記を用いることもあり、ももという、自自身は、太ももやふくらはぎを指すが、上体と書いて、肢の膝から上を指し、下体と書いて、肢の膝から先を指す。また、大体と書いて、ももを指し、こももと書いて、ふくらはぎを指す。一般的に足は、 身体全体の重さを直接的に引き受ける部位であり、全身中最も太い骨と瞬発力と持久力を兼ね備えた筋力を備える。足の筋肉は骨格筋によって構成され、大きく大腿筋、肩体筋、足筋に分けられ、それらと骨をつなぐ検討で足の動きを調節している。なお、人の前足は腕当てと呼ばれ区別される。通常は、 歩行には用いられず、地面につかない。日常生活において、腕で体重を支えることはないため、腕の筋力は足のそれには及ばない。犬の、お手など、他の生物の類似箇所を指して、概念的に同様の呼び方をする場合があるが、生物によって、その構成は大きく変化しており、前足を腕と一概に呼ぶことはできない。足は時として、第二の心臓とも呼ばれ、 立位時重力に従って、下方向へ体液が流動することによって、引き起こされる体液停滞むくみを、足の血管周辺の筋肉の運動によって上部へ押し返し再び循環系に戻すことを行っている。押し返す行いは足を使った運動、歩行や走行などにより促進されるため、運動は全身の血の巡りを良くする効果が望める。足は、 体全体を支え日常的に頻繁に使われる部位であるため、体の中で最も頑丈にできている反面、筋力の消費するエネルギーが大きく、使用しない時の対価が激しい。そのため最も太く丈夫とされる大腿骨を折ってしまうと修復に時間がかかり、老人の場合そのまま寝たきり生活になってしまい、補助器具を使わずに立ち上がることができなくなってしまうことが多い。 そのため日頃から、昇降運動などで、膝周辺の筋力を鍛えておくことは、老後の健康にも有益である。加えて言うなら、もも部の消費エネルギーが大きいために、運動効率も良く、糖尿病理患者、高止血症や高血圧の運動治療を行う、人のみならずダイエットを志す人にも、足を動かし鍛えることは、広く推薦できる。人の足の形状として、内反膝、 外反膝などがあり、それぞれ一般的には O 脚、X 脚と呼ばれている。病的なものや遺伝の要素は少なく癖とも言える。個人差の範囲だが強制し修正することもできる。内反膝や外反膝は足のアンバランスな仕様であるため将来、変形性膝関節症等の膝の病気を引き起こす原因にもなり、気になるようなら専門家に相談することを勧める。 また入幼時期に見られるそれらの多くは一過性のものであり、継続するようならビタミン D の摂取不足や日照時間が短いことから起こるくる病にかかっている場合がある。また同様の症状が大人になって突如起こることがあり、その場合は体位バランスの崩れもあるが何らかの原因で骨軟化症を引き起こしていることが多い。強制中や骨軟化症をカン時に 小座や星座などは悪化させることがあるため、椅子中心の生活に変えた方が良い時がある。日本人には内反膝が特に女性に多いとされる。また足には手と同様に効きがあり、反対側よりも筋力、長さ等が発達していることが多く、左右の不均等が全身の歪みを引き起こすとも言われている。この足の効きの違いが山中での遭難の原因。 リングワンダリングを引き起こすと言われている。また、下半身骨格の歪みが利き足同様の症状を引き起こすことがあるが、その場合は足のみの利きよりも症状がはっきりと出る。足に何らか症状を引き起こす病気としては運動に伴う疾病が多い。人は足の保護を機関として、衛生、外見の装飾等の目的として、人は害を備える。 日本古来では袴、着物のような上下一貫の一枚布等を着衣していた。今日では、ズボン、スラックス、パンツ、ショーツ、スパッツ、スカート、アンダーパンツ、もも引き、サルマタ、キャハン、タイツ、ストッキング等をそれ自身の締め付けや、ベルト、腰紐のような補助道具を用い着衣する。足に飲み備えるものは除外している。ありがとうございます。